北村元康役の朝と家です。今まで勇者をやってきたことなかったので、初勇者ということで、しかも槍の勇者ということで、どんな風になるのかなっていうのは楽しみなところもあるんですけれども、まあ、この北村自身がちょっとチャラい感じで、なんかこう、なんていうんですかね、あのナンパな男なんですけれども、まあ、僕普段結構硬派な感じで生きてる方なんで、いやちょっとあれなんですけど、でもまあ、楽しくやれたらなっていうふうに思っております。初めてこの衣装を着させてもらってですね、ちょっと守りすぎじゃないか北村と思っておるところなんですけれども、ちょっとだからこの辺で、ね、今本当初めて来たんですよ僕、これがどう舞台に影響してくるのかまだやってないんですけど、盾とか多分いっぱいあると思うので、どうするんやという風な、もうすでにナンパな気持ちになっております。はい、舞台盾の勇者の成り上がり、7月15日木曜日から7月25日日曜日まで新宿シアターサンモールにて上演いたします。皆さんぜひご来場